プトワニュース YouTube 更新、ヒカキン文集報道受け謝罪、二股疑惑は否定。ヒカキンさん何二股したの？お前さ、ちょ、さすがにね、切れたわ。うん、さすがにちょっと、怒りましたわ。うん、女性側代表のね、私、LGBTQ、JK のこのおぬうくんね、さすがにこれ、切れました。うん。お前さ、スタマタごときで謝罪してんじゃねえよ！おい！何お前、二股、お前、しょうもないの、お前、しょうもない男になったね、お前ね。何二股ごときでさ、いや、そりゃね、お前なんかさ、なんか2億股ぐらいしてんだったらね、ちょっと多少はね、動画のなんか冒頭で、なんかちょっとごめんなさいね、ぐらいさ、ね、言っといた方がいいのかもわからんけど、お前、二股ごときでね、お前、謝罪って、お前、ちょっと、いや、もう、二股なんかもう、今もうね、もう、大人気コンテンツですよ。もう、みんなやってますよ。ね。YouTuber なんかもう、みんなね、もう、二股どころかね。うん、もう、69股ぐらいいってるよ。うん、いや、それ、69やないか。こんなんでね、謝罪したら、もう、俺なんかもう、ね、動画を出すごとに俺、謝罪動画出さなあかんやん、俺。ねえ、どうなっちゃうの、俺。ねえ、俺なんかもうなんか、未成年の JK と、オフパコ、仲なしして無料で子供を降ろさせたいです、とかつって言ってんのにさ。で、僕も他の YouTuber みたいに未成年の JK とオフパコ生仲なししたいです、って。おー、じゃあ俺、わかる。いや、それね、マジで気持ちわかった。俺の子供、うめやー！ヒカキンさんの赤ちゃん妊娠して、腹パンされて無料で子供を降ろしたいです。ということで、まあ、今回なんですけれどもね、今日も京都でね、パルワールドを起こす大人気オンライン FPS ね、コールオブデューティーモダンオフィア3、まあ、遊んでいくんですけれども、あ、てか、待って、そう、待って、俺、これ言うと思ってた、とか、なんか MWC とか、クソゲーどうでもよくてさ、なんかね、ツイッターの DM で、私、おぬーくんですね、視聴者からね、ファンアートっていうのをね、実はいただきまして、こちらね、おぬーくんのファンアートですみたいな感じで、これ DM がね、いきなり届いたんですよ。いや、嬉しいね。ファンアート、何お前なんかね、僕動画とかで、これ何もスパチャとか何もしない人、違法視聴者って呼んでるんですけど、違法視聴者からの何、これ何、ファンアートですか？うん、いらないでーす。へぇー。まあ、でもやっぱこう、いざね、もらったらやっぱこう、嬉しいですからね。まあ、ちょっと見てみたんですよ。ファンアートですって言うからね。どんなイラストを描いてくれたんだろうと、ちゃんとね、ほら、やっぱファン、YouTuber、ゲーム実況者のファンアートってさ、で、大概なんかもうめちゃめちゃ美化されてるじゃないですか。もうなんか、これなんか、別の人のファンアートじゃないですかみたいな感じのね、勘違いするレベルで全然もうなんか、実物と違うようなさ、もう美化のされ方するじゃないですか。あ、だから俺もめちゃめちゃイケメンキャラにね、されてんだろうなっていう風に思ってファンアート見たら、はい、こちらということでね、うん。ダメんだよ！おい！ふざけんなよ、マジで！おい！な、これもう、もうこれギリギリ誹謗中傷でしょ、これ。うん、ギリギリ誹謗中傷ラインでしょ、これ。おい、舐めんなよ、てめえ、これ、お前さ、やったな、お前。やりよったな、お前。おい、気持ちいいか、おい。渡辺真帆だもんね。魔法くんです、こんにちは。気持ちいい。はい、ってことは、まあ、本日のね、クソ動画、まあ、本題にね、入っていくわけなんですけれども、まあ、ちょっと今日はですね、まあ、ちょっとね、久々のね、MW3 民の、ためになる、動画シリーズということでね、まあ、いるはずもないね、MW3 民のね、こう、ためとなる動画をね、作っていくんですけども、うん、てか、僕の視聴者ね、本当にね、本当に MW3 ね、やってないんですよ。お前ら、クソガキどもね、この前もこれ動画でさ、言った気するけどさ、YouTube のコミュニティとかでもね、2024年度版アンケート MW3 買いましたかっていうね、アンケート見たらね、もうこれさ、もうひどいですよ。8492票入りましたね。73% が、買ってないって言って、何やってんの、おい、何やっとんねん、おい、俺何これ、3割、たった3割の人に向けた動画作ってんの、うん、もうバカやん、ただの。うん、ただのもうバカ、もういや、無駄ですやん、こんなん。もうこの動画無駄やん、おい、もうやだー、妊娠したーい、ああ本当にやってらんないんですけど、まあ、でも最近ね、ちょっとほら、この害悪武器不況、鎮火すシリーズですね、あんまやってなかったんでね、ちょっと久々にやろうということでね、今動画を撮っているんですけども、まあ、本日ね、皆さんに不況するね、害悪武器、
なんですけれども、まあこれちょっとね、あのまあ意外だね、まあ武器がね、ちょっとまあこれからね、あのまあ紹介されるんですけども、まあ意外というかね、実はですね、あのこの前あのシーズン1ディローテッドってあのクソアップデが入ってからですね、こっそりねちょっと強化されてるね、とある武器がございまして、まあそれがね、何かと言いますと、はい、今回紹介する武器はこちらということで、スレハンシネカスタムですね。こちら、TYR、別名 TYR ですね。こちらがですね、実はね、あの、まあ、これ強化をされていると。ね、これ元からめちゃめちゃね、あの、もう本当になんかあの、もう、JK 妊娠するからね、めちゃめちゃ強いんですけども、まあ、さらに強化されたということでね、ちょ、こちら紹介していこうかなというふうに思います。まあ、前回ですね、こちら、コンバージョンキット、ね、あの、なんかこれがね、なんか普通になんか中距離一発で殺しちゃうようなね、本当なんか、あのなんかもう殺傷確定武器みたいなね、あのまあこれ紹介したんですけども、まあこれはね、ちょこのコンバージョンキット、まあ、このモッドですね、いわゆるこれはね、実はこれ弱体化されちゃいました。はい、スレハン死ねー。まあちょっと弱体化されちゃったんで、まあこれはね、まあでも正直まあ強いんだけどね、まだ強いんだけど、俺はなんか弱体化されたのにもかかわるさ、なんか TYR のこのモッドが廃墟すぎたっていう動画また出すの、これ普通に病気じゃないですか。まあだからまあちょこれは一回置いといて、これがね弱体化されたんですけども、じゃあこれ何が強化をされてるのかとね、どの項目で強化されてるのかという風に言いますと、はい、こちらですね、あのまあ、知る人ぞ知るね、あのプチプリンちゃんのね、あれをちょっと勝手に参考してるんだけれども、中距離ダメージが上がって遠距離ダメージも上がったと。で、上半身倍率なんか、え、待って、上半、お、やばい、F ランだから分かんない、なにこれ、なにこれ。で、まあ、射撃時の遅延も、まあ、あの、少なくなりましたよ、ということで、まあ、実はですね、さりげなく、こちら TYR ですね、チンポ、やりちん、リバース、意味が。ということで、まあ、皆さんね、もうちょっとね、もう薄々ね、お気づきなんじゃないですかね。僕がね、これ、あの、ただね、ただこの中、強化されたからっつってね、もう実はだともう、これ TYR ね、もう一回動画化させてますからね。で、じゃあ、最もね、あの、じゃあ、あの、動画化させて、でも、どっちもね、もう動画ですでに紹介していると。じゃあね、じゃあ、この動画でね、TYR のね、まあ、どういうカスタムでね、あの、まあ、外役していくかね、こちら、ね、もう皆さんね、もう見ていただけたらわかりますけどね、デュアルでございます。はーい、ということでね、これ TYR のデュアルがですね、本当にあのマジであの売りたくなっちゃうレベルでクソうざいということでね、これを使ってちょっと公開マッチでね、 MW3 にね、あの少ない人口をさらに減らしていこうと思います。よーっ、うわー、すごい、何何、うるせえぞー、だー、いや、もううるさすぎて、もう俺の声すら届いてませんやん。ちょ、待って。やばい、うるさい、うるさい、行く。はい、ということで、まあ、まさかの途中参加ということでね、途中参加でも、まあ、ぶっちゃけだって、だって、このゲームだと、俺の人は3割しか勝てないから、別にもう途中参加でもいいでしょ、もう。てか、画面見てる？皆さん画面見てます？大丈夫ですか？ということでね、あの、まあ、デュアルの TYR 使ってね、外役していきますよ。行きますよ。これ結構強いんですよ。ちょ、見ててくださいね、マジで。妊娠不可避なんで、おヌークの動画見る際は、アフターピルを必ずね、あの、ご着用ください。あい、強い、強すぎる、なんだこれは。 TYR のこのデュアルがマジで、ほら見て、このワンパレで下打ちもパン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 、いや、あ、やばいやばい、行く、行っちゃいます、そわ、いや、これを使えばね、もう猿でもほら見て、今の距離もワンパンですよ、これ。いや、もう相手もこれブックオフ行ってますよ、これ。これ楽しいね、そう、この、どこ行っちゃうの、ぴょんやー、あーへへ、やばい、行かない、はぁ、妊娠しちゃいます。いや、ぶっちゃけこれマジで、ね、ショットガンとかよりもね、これ強いんじゃないかっていう風なね、こう気がするんですよ。はい、で、これあのちゃんとね、あのスネークショットっていうね、あの腰打ちがね、なんかあの本当チーター並みにね、なんかレイリーになれるみたいなアタッチメントがありまして、もうそれもね、しっかりとこうつけているんで、もうなお強いとね、なお妊娠する。あー、ちょ、やめて、ごめん、行く。いや、こことかクソ強い、おれ、うー、気持ちいいね、勝てると思ったね、僕にね、負けちゃったね、どんな気持ちですか。あー、強い。いや、待って、マジで強い、待って、一回床の挟んで、来るよ、まだ来ちゃうよ、あ、来ちゃう、いっぱい来ちゃうよ、あ、ちょ、やばい、助けて、あい、気持ちいい、強い、あ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 い、
やばい、クソ楽しい、これ待って、マジで、いけいけいけ、ちょっとこれマジでクソ楽しいんだけど、この武器やばい、待って、敵に死ぬほど不快な思いさせることができる、これ神ゲーだ、1枚払ってよかった。待って、まだこれバカだから、エフランだからこいつら多分来ると思うんだよな、同じ種族だから分かる俺には。はいはいはい、ドンはいドンはいドン、気持ちいいよ、でピョンヤンドローン、はいオッケー。でこれマジで強いでしょ皆さん、これだ、え、画面見てる大丈夫で、あの MW3 をね買ってる、あの残りの3割の皆さんね、これはね、ぜひと皆さんこれ使ってみてください。 TYR のこれデュアルですね。はいはいはい、それもいけちゃうの、それはね、マジ訴えた方がいい、マジ俺に殺されたやつ。やばい、俺、僕のこと訴えないでください、すいません、貧困層なので裁判絶対勝てないです。やばい、強い、はいはい、強い、いいよいいよ、でショットガンで、これで嫌がらせ、あ、はい、あー、オッケー、はいはい、これが一番強い、はい、これが一番強いです。やばい、俺結局ね、ここに戻ってくるんだよね、結局これが一番強いんですよ。はい、ということでショットガン紹介動画でした、実は。はい、すみません。はい、いるから、はいドン、はいドン、気持ちいい。あー、やばい、待って、ダイハツ来た、あ、やった、ダイハツ来た、はい、いけ、はい、こんにちは、ダイハツです、はい、こんにちは、ダイハツです、すみません、こんにちは、はい、こんにちは、ダイハツです、こんにちは、すみません、不正解答してるから、あ、やばい、エアバッグが出ない、やばい、エアバッグ出ない、やばい、ダイハツだから、やばい、やばい、ごめんなさい、下が引いちゃった、まあでもダイハツだからいいか、やばい、はい、ダイハツです、こんにちは、あ、やばい、ごめんね、エアバッグ開かない、ごめんね、はい、ダイハツです、こんにちは、あ、ダイハツビッグモーターで買っちゃいました、すいません、やばい、気持ちいい、行く、行っちゃうよ、これ、こっちいるんじゃないの、待って、なんかフィッシャーズ、え、水陸両用なんだけど、これ、初めて知った、これ水、やばい、ちょ、国帰るわ、脱北するわ、北、あ、じゃあ、やばい、脱北失敗、ありがとうございます、よし、妊娠、オッケー、ナイス、からの、まだいるよ、妊娠、はい、妊娠、強すぎる、やばい、いっちゃう、いや、この動画見たらね、皆さんもこれ使いたくなっちゃうんとちゃいますの、これ、ね、あ、なんか、ま、妊娠、いや、弱すぎ、何今の、はい、妊娠します、はい、気持ちいい、やばい、マジで楽しい、この武器、やばい、やめらんないんだけど、やばい、ドラッグやめらんない、あ、待って、それは猫くんだ、あ、待って、やばい、あー、気持ちいい、ふぃー、買っちゃいました、すいません、火薬武器使って嫌がらせしちゃいました、あー、やばい、これは、あー、これはうざい、これはうざすぎる、あまりにも。でも、降臨カード中国なので、全部中国人のせいでーす。はい、僕悪くないでーす。ありがとうございます。まあ、ってことで、あの、MW3 をね、あの、持ってるね、あの、まあ、なんか3割ぐらいの視聴者向けにね、カスタムも一応、まあ、見せておいたところで、ね、あの、皆さんぜひとも、ね、こちら TYL デュアルをね、使って、公開マッチで嫌がらせして通報されてみてください。ということで、皆さん、まあ、ご視聴ね、最後まで違法視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。公約行動、クソゲー。